losing time, I'm fading fast. I just wanna... すんだか。最近、コアエネルギーの波動に関するニュースが多いようだな。とにかく、まずはそれを教会に届けよう。なぜ私を見て笑っている？まだ早い時間だ。ハイキングをするには十分間に合う。まもなくトンネルに入ります。安全に注意して運転してください。先ほどここを通った時は、このようなトンネルはなかったはずだが。どうした？
出来たてほやほやの蒸し餅、甘くてもちもちよ。また来たよ。この石の中に玉があるかどうか教えてくれる？お姉さんは本当にすごいね。前に教えてもらった玉が入ってる石もいい値段で売れたよ。もう熱は下がったよ。何日も具合が悪くて寝込んでたけど、朝出会った旅のお医者さんのおかげで元気になったんだ。ちょっとおでこを触っただけで治しちゃったんだよ。ただ不思議なんだけど、妹を見てくれてる時、その先生の手のひらに雪が降ってたんだ。でもその雪もあっという間に消えちゃった。僕の見間違いだったのかな。先生の船は町の外の船着き場に泊まってる。もうたくさんの人が見てもらいに行ってるよ。お姉さん、まだお金を払ってないよ。本当にありがとうね、先生。礼には及びません。ところで、ある若い女性を探しているのですが、もし見かけたら教えてもらえませんか？身長はこのくらいで、町の人とは違う格好をしているかもしれない。それからは笑うととても可愛い。大丈夫よ先生。さっき他の患者さんにも同じことを頼んでるのが聞こえてたから。
気に留めておくわね。あ、ではよろしくお願いします。お座りください。どうされましたか？脈を見る。脈は安定しているし、穏やかで力強い。食事も喉を通らないような病には見えないが、医者をからかっているのか？なるほど。そういうことなら、もう一つ医者からの指示がある。治療効果を持続させるために、医者のそばに残るよ。何を考えている？水しぶきが大きいほど波動を強く感じられるのか？お前はこの数日どう過ごしていたんだ？
悠々自適な生活のようだな。前に誰かさんは長い休みが欲しいと言っていただろう。その願いが叶ったのではないか。私たちがここに飛ばされた要因は、あのコアの力を持つ玉杯にあるはずだ。あれを見つければ戻れるかもしれない。教会から悪を懲らしめる正義のハンターが一人欠けてしまったから、まずいかもしれないな。明日の朝、玉杯の行方を調べに行こう。夜は風が冷たい。中に入って休んだ方がいい。いつも濡れているだろう。乗れ、おぶってやる。どうしようがいっぱいだな。だが、どの仮説にも一つ共通点がある。少なくとも私たちは一緒にいることだ。
いいだろう。いらっしゃいませ。どんなものをお求めですか？うちはあらゆる玉細工を取り揃えてますよ。君子と美人は宝玉のごとしと言われるように、うちの商品は恋人同士が贈り合うのにぴったりなんです。もし彼が凛空にいればきっとデパートのトップ販売員だろうな。他の店も当たってみる。面倒をかけた。気に入ったものはありませんでしたか？少々お待ちください。うちにはとっておきの一品があるんです。あの、あそこの路地は？ああ、この町で一番有名な玉細工職人が住んでいるところですよ。ただあの人、腕は超一流なんですが、かなり偏屈なおじいさんで。少し前に異国の若者が弟子入りしようとしていたんですが、その性格を聞いてやめたそうなんです。すみません。どなたかいらっしゃいませんか？誰だ？なんだ、弟子入りはやめたんじゃなかったのか？このご老人は視力があまり良くないようだ。事情があったのです。お許しください、師匠。事情だと？とりあえず入れ。
言ってみろ。お前の事情とは何だ。そしてこの娘は誰なんだ。私は本当に師匠の下で玉の彫刻を学びたいと思っています。だったらなぜ一度約束を反故にした。実は彼女は私の恋人なのですが、付き合うことを家族が反対し、勝手に弟子入りをやめたことにしてしまったのです。ということは、二人で駆け落ちしてきたというわけか。私が玉の彫刻を学ぼうと思ったのは、自分の手で玉杯を作りたいからです。彼女に送るために。なるほど、ちぎりの品を作るためか。だが玉の彫刻に最も重要なのは冷静で揺るがない心だ。雑念が多すぎて専念できないようなら、いい作品は作れんぞ。ちぎりの品を完成させたい一心で学ぶのであれば、それはある意味専念と言えるのではありませんか。それはなかなか口が達者だな、若造。だが言っておく、弟子入りするのは構わんが、ここの原石はどれも安くはない。その金は別に払ってもらうぞ。お姉さん、まだお昼なのにもう帰るの？最近毎日そう言ってるけど、また行列に並んでお餅を買うんでしょ。あの医者のお兄さん、本当に甘いものが好きなんだね。
また放課後のお迎えか。学生時代にもこうして気遣ってくれる人がいたら、毎日授業が終わる時間が一番の楽しみだっただろうな。いや、その頃よりもっとだ。新しい彫刻の技法を学ぶには小さな怪我はつきものだ。師匠から薬をもらってもう塗ってある。以前は手術前に手を洗った後、他人に面倒をかけることがあった。自分では触れないから人に頼むしかなくてな。他人でもないしな。毎日いろいろなおやつを与えようとしてくるとは、本当に私を子供扱いしているようだな。明日の放課後は迎えは不要だ。誰かさんは商売に忙しくて気づいていないようだが、町の外の山は景色が美しくハイキングに適している。明日一緒に行ってみないか。師匠に叱られないか心配してくれているのか？
大丈夫だ。師匠はこの数日の私の上達ぶりを褒めていた。落ち着いた心で仕上げに専念するために毎日来なくてもいいと言われている。そして玉杯のことは私が言わずとも自分で感じ取れるだろう。この花みたいなものかもしれないな。お前と私は下流でこれを見つけ、その後何らかの縁によって上流でこれが川に落ちる経緯を見届けることになった。なら無理に考えなくていい。こちらを向け。玉石鑑定業をかなり繁盛させている誰かさんもな。これが本当に私たちが凛空で見た玉杯なのだとしたら、一緒に完成させた方がより意味があると思う。なかなか様になっているな。そんなにきつく握らなくていい。もっと指の力を抜くんだ。
ああ、ここはもう少し力を入れて、もう一度だ。もう終わりか。あとは私に任せてくれ。月を見るだけでは飽き足らず、水面の月を取ろうとする誰かさんの様子が面白かっただけだ。円光が月を取るのようで。目を
覚ますタイミングが悪かったな。誰かさんは玉を掘る時だけでなく月を見る時も集中できていないようだ。なのに私をテストするのか。危ない。確かに今夜は彫刻作業には不向きだな。その場合は集中力不足というしかない。または月のせいだ。まだまだだな。彫りが甘く模様も細やかとは言えない。彫っている時お前はわしの言う通り心を落ち着かせて集中していたか？まあいい、持っていけ。至らない点は多々あるが、一応合格だ。ありがとうございます。お嬢さん、玉に根はつくが情につくとは聞いたことがないぞ。ちぎりの品に金など取れるわけなかろう。
ておきの一品で、まさに愛の約束のために作られたものなんですよ。よかったのは腕輪もだな。ようやく縁のある人に巡り会えたのだから。ちょっと待て。この玉杯を作った本来の目的は凛空に戻るためだったな。お前にこれを贈りたいというのも本当の気持ちだ。今回はちゃんと私の手を握っていてくれ。Tell me, tell 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 me